もっとこう平たくこう国際協調の何かルール作りとかっていうものないんですかね、機関とか。まあ、今のところ、まあ、そういう大きな動きっていうのは見られてないんですけども、でも各国が、まあ、そもそも多分各国がまず理解して、自分なりのじゃあ規制するとしたら我々はこうした方がいいと思うって自分なりに考えて意見を持つところからその世界中の他の国と議論が始められるんですよね。でもちろんその、まあ、各国は国際社会 その競争力を気にして、例えば中国がアメリカのことを気にして、日本が韓国のことを気にしてとか、なんかそういうところもあるので、まあ、みんなで仲良くブロックチェーンを良くしていこうってなかなかならないのは、まあ分からなくはないです。しかもこう情報ですしね、はい、あんまりこう共有したくないっていうのは安全保障上あるのかもしれないですね。ジレンマがありますね。そのあたりどうなんでしょう。もう先ほどおっしゃった規制ですけどね、何のための規制なのか、要はなんで政府は規制をするのかって考えたら、まずは例えば詐欺とかね、損をしないように守る、消費者保護、消費者保護で、もう一つの例えば規制は、まあ、GDPR とかで言って、じゃあ個人情報を保護するとか、そういった観点でこのブロックチェーンの技術が普及したら、そういう人たちを守らなきゃいけない、個人情報を守らなきゃいけない、こういう問題点はどうするんですかっていう意味で規制当局は見てるわけですね。ただ逆に言うと、全てのビジネスモデルがその投資家保護だったりとか個人情報を扱うわけではないわけです。だから先ほどおっしゃってるその規制っていう枠組みの中で、このブロックチェーン技術が規制されてるというよりかは、ブロックチェーンの仮想通貨で人がマイナス損をするかもしれないっていう領域が例えば規制されたりとか、個人情報が誰でも見れるっていう領域で規制されてるとか、だから大きな枠組みでみんな規制っていうふうに言ってますけど、そうじゃないんですよね。そのやっぱり規制当局がやろうとしてることは間違ってはないと思うし、日本の規制当局もアメリカも全世界いろんな規制当局が気になるところは、まずは自分の例えば中国だったりとか、まあ韓国とか、そういう政府は自分の資本が海外に流出するかどうかっていうのが一番気になると思います。なるほど。ビットコインが普及したら、それは例えば中国とか韓国は、ね、資金流出できないような規制があるんで、それをくぐり抜けちゃうと、そういう意味で規制してる。で、日本は投資家保護っていう意味で規制してる。アメリカも投資家保護。規制っていう一言も質を見なきゃいけないな。そうですね。何を規制してるんですか。一つ世界的に見ると、例えばイノベーションを引き起こすのはやっぱりまだアメリカだと思うんですね、アドプション、つまりこの技術を使うっていう意味ではアジアがものすごく強いと思うんですよね。日本じゃないアジアで、日本はじゃあこの業界で何を牽引するかというと、個人的には規制が一番成熟してると思います。日本は例えばアセットバックトークンとか仮想通貨っていうのを、まあもうガチガチに規制するとどうなるかというと、一番安全だねって、日本でこのアセットバックトークンを売買するにおいて一番投資家保護をしてるっていう意味では一番最先端を行ってるっていうふうに思いました。アジアの例えば国々で同じ投資家保護とかの問題にぶち当たった時に、日本はどうしてるのかなっていうふうに日本を見るっていうことはあると思います。そうか、俺はもう博打打ちじゃないとちゃんとやりたいんだと、そうちゃんとやりたいから日本に行こうっていうような、そういう市場になっていけばいいということですよね。なってるしっていう話か。ということで、いやいろいろ先週今週と多岐にわたる話をしてまいりました、はい、うん、最後にもう一度皆さんに確認しておきたいと思います。ブロックチェーンは信頼できるという方は白、いやいややっぱりまだまだ課題があるぞという方は黒の札を挙げてください。一斉にどうぞ。ブロックチェーンは信頼できるのか、その前にこちらのコーナー、仮想通貨運用人を紹介する今日のコイナー。私にとっての仮想通貨は人々の関係性を根本的に変えるものです。ご紹介するのは今回のパネラーでもある次世代のブロックチェーン、ヘデラハッシュグラフ日韓代表のミアン・サミさん。人々がネットワークを作る方法を根本的に変えると思うんですね。例えば人間と動物、何が違うのかというと、人間はどんどん大きいネットワークを作ることができるっていうのが人間と動物の違いって言われてるんですね。この仮想通貨が普及すると
より大きなネットワークを作ることができる。アフリカの全く前は接点もないような人と取引ができる。自分のパキスタンにいるお母さんに1円を送ることができるとか。そうするとガーッてネットワークが広がる。そうするとより人類がこう裕福になって繁栄をするっていうふうに言ってます。ミアンさんのインタビューは LINE アットでもご紹介しています。この機会にぜひご登録ください。多岐にわたる話をしてまいりました、はい。うん、最後にもう一度皆さんに確認しておきたいと思います。ブロックチェーンは信頼できるという方は白、いやいややっぱりまだまだ課題があるぞという方は黒の札を上げてください。一斉にどうぞ。白、白、黒、あーグレーということで、あ、澤さんが変わったんですかね。結局さっきの話と逆の話を今度は上げてみました。両方ともありますよっていう話ですね。はい、さあ榎本さんいかがでしたか。さっきサミさんが仮想通貨どれを買ったらいいのかよく聞かれるんだってお話してたじゃないですか、はいはい、4つのポイントがあるっていう話。じゃあ結局どれって私はずっと思ってたんですけど、サミさんが勧めるのはどれよ。結局どれなんだって思う。うーなかなかそれはテレビでは言えない。自分で調べましょう。ポイントを押さえて調べてください。そうですね、ということで今日もありがとうございました。また来週この時間にお会いしましょう。皆さんありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。コイナーの村の仮想通貨ポーン。ズイキャッシュ。なぜこのポーズになったか、ラインアットで。いつもご視聴ありがとうございます。ここまでご覧の方はチャンネル登録をこちら、そして LINE アットもあるのでこちらで登録してください。限定動画もあります。そして、こちらにですね動画たくさんありますので、ぜひお好みのものをご覧ください。ぜひ見てくださいね。